校格闘家大山俊吾。5歳で始めた柔道をバックボーン。2001年プロ総合格闘家デビュー。プライドパンクラスなどのリングを渡り歩いた男のルーツにはプロレスがあった。新日本プロレス、全日本プロレス、UWF から UWF から全部好きでしたね。 UWF、パンクラス、リングスのパンになりまして、それからプライドが出現して、プロレスを見てきたからこそ格闘家に乗り出てきたんですよね。プロレスのある一つの歴史こそ大山の歴史そのものだった。高田さんもヒストンもしたけど、でもプロレスが最強だと思ってたので、最強を追い求め、ここ埼玉でもたびたび戦った永遠のプロレス少年。引退から2年、弱い42にしてプロレスへの挑戦を決めた限りは、スーパーアリーナへの思いもあった。格闘技人生後半に出会った仲間たち、その時の僕はもうちっちゃい会場で戦っていたので、埼玉スーパーアリーナで戦う姿を見せたかったなっていうのは、僕にとっても思い出はなるほど、ある、いいこと悪いことをたくさん経験してきた場所なので、自分の試合が世界中に知れ渡ったってことですから、まあ、その時の前座を務めてくれたのは今回は新しいんですけど、それは15年前の6月メインイベントでドンフライと壮絶な殴り合いを見せた高山。負けたけど凄まじい試合をして、たくさんの人を感動させて、これがプロなんだなって痛感させられましたね。同じ日の第5試合に出た大山、判定で国内初勝利を挙げるも、攻め手に欠く試合内容は批判の的となる。網膜剥離からの復帰戦で勝つことが応援してくれてる人たちへの恩返しかなと思って、もう本当勝つことに徹した試合をしたんですけども、求められてるものはそうじゃなかったんですよね。勝って名を下げた大山、敗れて名を上げた高山、これは15年越しの答え合わせ。大山さんとはずっと一緒に練習してるんですけど、侍なんですよね。あの人は大山さん命かけて試合すると思うんで、私も命かけてあの二人を倒していきたいと思ってます。大きい会場だろうが小さい会場だろうが、自分のプロレスをするだけ、リング上で、まあ、主役を重ねるのは自分だと思ってました。簡単じゃない、大山が見せるのは俺を倒してやるよ、だから頑張れよって。すごいなー、参加すごいなー、子供の頃の思いでしょ、はい、引退した時の心残り、埼玉の姿見せれるっていう思いでしょ、15年前のあの試合の思いでしょ。いやー、いろんな思いが一つになるなと思って、いやー、風邪ねえ女子はもう、すごいですね。第1試合、大山俊吾プロレスチャレンジマッチ、高山義雄リング統合 VS 工藤大山俊吾。大山俊吾プロレスチャレンジマッチ、たくまき30分一本勝負。Thank you.
ああ